今回は難しすぎるティアー表を開示するエッチに対するユーザーの反応を紹介します。閲覧注意論は認める。あるなら投げてけ。投げよ、ホセ。とりあえず全員エロい目で見てるってことでいい？とりあえずベオウルフが入ってる時点で宇宙猫になった。語彙力の暴力。わか。全然わからん。まさかとは思うがこれ実装されてる子全員いない？幸い横が6人固定だったのでそこから計算したら399人。実装されてないキャラはソロモン3種、ビースト LR、ビースト4、ティアマトの7体で、これを現在マテリアルに登録される406から引くと399。全員いるね。わかるようでわからんようでわからなくもない。ひらがなとカタカナで使い分けるな。でもよー。おっぱいとおっぱいは受ける印象全然違うじゃねえか。ってことは表記が少しでも違ったら別物なんじゃねえか。ひらがなは無垢というか故意的ではない感じで。カタカナはなんか故意的に出るような大人の色気。水着はルキューレきっちり3人いて草。日本語難しい。エロスの男率おかしくない？ひらがなとカタカナの違いがわからん。各分類の解説をくれ。なんだお前わかんねえの？わからん。俺もわからん。このキャラは例だって紹介をするとき、〇〇のとこに入れたいひらがなとカタカナの違いみたいな。エロスは国馬がいるの気づいてダメだった。クレオパトラはエロス寄りだと思います。理解しようと努めてみたけど、イッチが古今東西すべての英霊をよこしまな目で見ていることしかわからなかった。反論しようにもまず同じこと考えそうな英霊を探すところからが大変すぎるぞ。性を解放しすぎだろ。ひとまずエロス枠に関しては分からなくもないことが分かった。こういうの見るとついアステリオスくんとボイジャーくんを探してしまうになるに入ってたのでよし。750×7441 枠さ。ボナッカ。UNG バーゲストさん。ひらがなとカタカナの違いはまだいい。になるって何？主語忘れ主とサバどっちなんだ？理論を投げようにも基準が分からん。分かんねえ、ちょっと分かる。全部同じじゃないですか？ロボはエロい枠なんです。ここまで暴食みてえな奴がいるとは思わなかった。エッチ矢印子供っぽいエロさ、エロい矢印子枠的なセクシーさ、こうか。同じキャラなら同じ枠かと思ったらそうなってるキャラとそうじゃないキャラがいるのほんと小賢しくて好き。もう少し語彙力を高めろ。わからねえ。スレ主説明してくれ。気になって夜しか眠れねえ。同じ人物でも別クラスで分かれたりして難しいな。うんうん、サーバントはみんな魅力的だよな。わかるわかる、分類がわかんねえ。スレ主投げて終わるな、謎を残すな。エロいとエロいとエッチとエッチの違いは何なんだ、説明しろ、責任から逃げるな。エッチとエッチとエロいみたいな違いはわからなくないんだよ。エッチになるエッチになるは何なんだ。可能性を秘めてるという意味なのか、見てるとエッチエッチな気分になるのか、何なんだ。フェイト、エッチになるエッチ、に空見したわ。ボイボイはエッチになるで半生がエッチなの、なんかこう、言いたいことはわからんでもない。エッチとエッチはなんとなくわかるのに、エッチになるとエッチになるはわからなかった。なんでだろう。理論は大量にあるが全てを語るためにはまず俺がティアー表を作る必要がある。銀河の状況説明するより面倒なので投げていいすか？師匠。なんだろうな。なんて言ったらいいかはわからんけどなんとなくわかる。ふん。バーバンシーをエロイに入れるなんてわかってるじゃないか。エッチとエッチの違いは何なのだ。全員は消せだてなく愛するカルデアマスターの鏡。エッチ矢印直接下半身に決まる。エッチ矢印シチュトウと総合して脳で判定した後下半身に決まる。エロい矢印エロな感じを下半身に湧き立たせてきて最終的に決まる。エッチ矢印存在もしくは言動が常にエッチで現在進行形で決まる。こうか。つまりスレ主は全サバに対して4タイプのどれかで決まってるのか。毎回こういう表に推しがいないことを確認してからブラバするんだけど今回ばかりは仕方ない。全員の推しが漏れなくアウトだからな。仲良くしようぜ兄弟。イッチが説明しないばかりにここにいる奴らがみんなしてイッチエッチの違いなどに関して真面目に考察してる図が面白すぎる。異論は認めてもらえるからな。とりあえず予想を投げておく分には損はない、多分。イッチ。エッチ、ふっ。エクスカリバー！どうせオチがあるんやろなぁと思ってたらガチの全員集合で笑った。
エロイとエロスの違いは説明できないが、なんとなくわかってしまうのがなんかこう、あれだ。結局どういうくくりなんだよ。推しがひらがなでエッチなのわかる。感覚的に。エッチだと可愛らしさ少女感、エッチだと大人びてる感、エロイは大人の色気感、エロスはお上品感。エッチはあどけなさ幼さ、エッチになるはこちらを焚きつける可愛らしさのある色か、エッチになるはこちらを焚きつける大人な色か。というおおむねの印象。ひらがなとカタカナにそんな意図が。異論を投げるにはまずスレ主の意図をくまねばどうしようもないという二段構え。エッチの通常イバラギンとエッチの水着イバラギンの差で永遠に悩み続ける呪いにかかった。推しがエロス枠で解釈エッチだったので満足した。では、下2段はあれか。普段ふとした時にエッとなる色気じゃなく、そういう雰囲気の場面やお膳立てがあってバフがかかった時にエッチエッチだと思うという文脈か。上から全部見てたらなんとなくそう感じられたぞ。スレ主が聖杯やクラススコアをどう使っているのか気になる。まだ解明されてないのか。困惑。見えない。女性サバに限ればパッと見エロいエロスエッチエッチで年齢層が推移しているように見える。スレ主が男性だと仮定して、になる系は比較的男性が多いように見えるから。になる系はやはりエッチな目で見るのは一段落ちると考えるのが自然か？